花子売りは、松本清張の長編小説。正解に根を張った利権を利用し、一角千金を狙う、不動産ブローカーの野心を描く、ピカレスクサスペンス。小説現代に連載され、1966年11月に、講談社から刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。1982年にテレビドラマ化されている。東京、 赤坂の寿司屋にて、カスヤ伊蔵は、かつて同棲していた、愛人、下井豊子と二年ぶりに再会した。カスヤは、好奇心で、豊子に伝言を送るが、現在の豊子が相当の金を持っていそうな様子から、自分の仕事に利用できないかと考え始め、豊子に接触を図る。現在カスヤは、元バーの女、エミコと同棲していたものの、そろそろエミコには秋を覚えていた。 新宿に甲浦のバーで、不動産や仲間から、九州出身の大技士、小賀が、選挙資金の財源を求めている話を耳にした、カスヤの頭に、底辺から這い上がるためのプランが浮かび始めた。ぐどんな銀行員の坂本が豊子に執着しているのを知ったカスヤは、坂本を操りながら、銀行の支店長、黒川を引き込み、正解の実力者、 高い派の利権に食い込もうと行動を始める。カスヤのプランは、埼玉県岩月の分譲地買収話から、広大な国有地の払い下げ計画へと発展、一角千金の機会を得るが、カスヤが払い下げを狙う、国有地は、小説では、埼玉市岩月区北部にある設定となっている、松本清張の花氷。1982年3月30日。 日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場はにて放映。サブタイトル、野望に燃え二人の女を操りの仕上がろうとする男の結末は視聴率21.0%。ありがとうございます。